のこの間のヤフージャパンさんのロケありがとうございました。本当に勉強になりました。で、私たちこう自分たちで動いた方がやっぱいいなっていう風にこの前実感したので、こうなんとかいろんなことに、難しいかと思うんですが、いろんなことに交渉させていただけないでしょうかって思ってるんです。で、2人でこう話し合ってこれ今月21日にカンコレありますよね。私すごくもう関西コレクションが大好きで、で私たちのことをこのムービーを通して知ってもらうことはもちろんなんですが、この関西コレクションを盛り上げたいっていう思いがあって、で大変もう大変おこがましいんですが、こうステージに私たちも上がることってできないのかなっていう、それをこうはい、はい、ステージにどうなんでしょうか。それを交渉させていただきたいなと思っているんです。お願いします。お願いします。関西コレクションの全体統括の補佐をしております三成と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実は今日折り入ってお願い事がございまして、はい、私たちを関西コレクションのステージの上に立たせていただくことはできないでしょうか。もう大変おこがましいですが。それは、はい、お二人がモデルとしてランウェイを歩くということですか。はい、大変ぶしつけなお願いだということは重々承知なんですが、もう本当に私たち何でもするのでご検討いただけないでしょうか。はい、お願いします。その去年関西コレクションに行って、もう本当にこう女の子のパワーあふれるステージっていうのをすごく見せていただいたので、その私たちがそのお手伝いをさせていただきたいなと思っています。モデルってそんなに簡単になれることじゃないんですよ。重々承知しております。私自身鹿児島県から今年初めて関西に来て、本当に一人ぼっちで寂しい中で、関西のこうなんかパワフルさにすごく助けられたので、私もなんか関西の力になりたいなと思っています。その関西初から世界へっていうコンセプトということで、その小さいですがあの架け橋にならせていただきたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。ありました。もうお二人の熱意は十分伝わってきましたので、一度実行委員会の方で検討させていただきたいと思います。ありがとうございま す。よろしくお願いします。お願いします。あまり期待しないで入っていただきたいので、はいはい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。